大黒食品工業、上州ラーメン、味噌味、上州仕込み、しこしこ麺、揚げ麺に粉末スープがついています。麺は根性なしという感じで、しこしこ麺という言葉には違和感があります。スープは粉末っぽくて、味噌濃度は低く、やや乳状感があって、ピリピリした刺激が結構強いです。上州をイメージすることはできませんでした。